エヴァンゲリオン新劇場版とは？新世紀エヴァンゲリオンのリニューアルでも、リメイクでも、続編でもない、スタジオカラー制作のリビルド作品。新世紀のエヴァンゲリオンとして、全く、新しい結末が用意されている。新エヴァンゲリオン劇場版の全4部作。実に13年半にわたって展開される長期シリーズとなった。特に2012年の9の後の、新エヴァに関しては2021年に公開と、かなりのずれ込みが生じた。世界観や設定については、ほぼ旧作のものを踏襲している。この手のリメイク作品にありがちな、声優交代は本当に全く行われていない。最年長だった構造役の清川元夢が完結から1年半後に逝去したのもあり、長い制作期間ながらも1名もオリジナルキャストが欠けることなく物語完結を成し遂げたことにはファンからも称賛や安堵の声が多い。進撃からでも死ぬほど面白いから、ぜひ見てください。